今日はですね、アイロンの早掛け技法の、技術解説動画をしながら作りながらスタイルも作っています。スタイル作るのはこのウィッグで作りますけれども、こちら側ですね、ちょっと2鉢ぐらいのところで分発してあります。で、分発して、まあ、前髪もちょっとこう後ろに上げるような感じのスタイルですね。こういう感じで。で、右側はですね、少しこう、このところは繋がってない感じですね。で、ここも上げます。で、まあ、やっぱり、癖を、まずよく見るということで、どのぐらいの立ち具合で、まあ、作ろうとするスタイルに対してどのぐらいの強さで、まあ、そこの逆らう毛があるかということですね。例えば、まあ、この辺でしたら上げようとしてもやっぱり前に出ちゃいます。まあ、フロントフェイスライン全体的にそうなんですけど、まあ、ここもですね。あとつむじのところも結構立ちやすいですね。まあ、その辺考えながら、早掛け技法で、で、スタイル的にはですね、まあ、これ今5センチに切ってありますけども、まあ、フロントも短いですから、もう普通に寝かすだけですね。こういうふうに普通にですね、特にフロント高くするとかではなくてですね。そんな感じで、で、これ今もう1液つけて、流してかけるばかりになってるんですけど、まずはですね、その技法のところだけ、別のウィッグで、このウィッグでですね、これは薬ついてないんですけど、どのような形で、かけていくかということで、アイロンは、まあ、基本的にはですね、根元、毛髪の根元と中間と毛先っていう3つの部位に分けて、根元はどのぐらいにするのか、根元はですね、例えばここを押し出しますね。これ今根元をかけました。で、こういうふうになってますね。で、じゃあ今度、まあ、これはちょっとこう毛先5センチどころじゃなくて、これ多分7センチ、8センチぐらいあるかもしれません。これ10ミリのアイロンですけど、毛先をかけました。で、中間をかけました。で、このかけ方でですね、もう一回やりますと、根元をかけました。そして毛先をかけました。今こうやって、で、中間ですけど、ここ今隙間が、ここに隙間がありますけど、これ潰さないようにちょっと90度寝かして、こういう感じですね。ここに隙間があります。こうすると毛先潰れないですね。で、これが元先中という3つの考え方でやっているわけですね。で、それをですね、今度ちょっと応用して、中から先と元から中っていう2つに分けてですね、まあ、早掛けの場合にはこ先にここからですね、ここ中から先をかけて、そして元から中をかけると。で、まあ、2つの工程とは言ってもですね、やってることは同じなんですね。先、こうやって先、中から先をかける。で、元から中をかけるってことで、こっち3つに分けてかけました。こっちが2つで、かけたんですけど、できるカールは同じなんですね。で、ただ、早掛けの場合には、やっぱり、まあ、早くかけるっていうことが全てじゃないと思うんですね。やっぱり、いいスタイルを作るということが目的ですから、でもまあこうやってやれば早くかけることもできるということで、早掛けだからといってもうそこに徹するというんじゃなくて、その場所場所で、あ、ここはちょっと根元だけはしっかりかけなきゃいけないなと思ったら、まあちょっと2工程っていうのもまた3工程にしたりとか、こうやって元をしっかりかけといて、こうやるとかですね、まあ、その場所によってですけども、こんな感じでですね、今から、先ほどのウィッグで、
タイマー明けをしてみたい、実際にかけてみたいと思います。はい、じゃあこれ実際に、悪液処理してあるウィッグでかけますけど、先ほど言いましたように、こうやって溶かしたときにですね、この辺立ってます。で、ここからちょっと短いですね。で、今日はですね、この刈り上げたこちら小山側はこれはかけないでこのまま残します。で、右側もこの短いところはかけないでこのボリュームを残します。かけちゃうとここ寝かすことになりますから。で、まあ、後ろもですね、まあ、この立ってるところはこのボリュームは残してその上のこの辺までですねかけるところは。そうするとまあこの辺りなんですけど、まあ、前頭ではないんですが、でどこがどのぐらい立つかっていうことでこうやってバック方向に溶かした時にやはりこれつむじ、このウィッグでもここにつむじがあってこう前は寝るんですけどこっちにやろうとするとここ立ちます。それとここですね、やっぱフロントが前に向いちゃいますね。特にこのウィッグそんな作りですね。ウィッグによってもすぐにバックに寝ちゃうのもありますけど、でこれをですねまず前処理としてドライヤーをかけるんですけど、ちょっと一旦こう寝かしてみます。根元からかけるんではなくて、毛先ですね。そうすると、黒とする方になびきますので、根元からかけるんじゃなくて、毛先のこの辺りですね。そうすると、とりあえずなびきます。で、これでですね、今、見たところ、条件が変わったように見えます。さっき立ってたところがこう寝てるから楽にかかるんじゃないかなって見えるんですけど、これはただ単にこうドライヤーで消してるだけで、実際にはアイロンでさっき立ってたところはやはり強くかけないと寝ないです。まあ、それを考えてやらないと、なんですね、でもこういうふうに後ろに寝かしておくとかけやすいですから、それはそれでそういうやり方もいいと思います。あ、ちょっと今保護剤つけます。これはアイロンの保護剤ですね。実際にかけてみます。かけていく順序は、まあ、特に別に決まりないので、かけやすい方からでいいと思います。今日はですね、この辺からこういうふうに45度にかけていきます。まあ、ここは立ちますので、ちょっと根元、根元かけて、まあ、毛先からやるにしてもここでちょっとしっかり置いてですね、次ですね、で、すくうときにこうやってリングコームの先ですくってもいいですよね。なんかアイロンでこう取り分けてやってもいいんですけど、ここはちょっと立ちやすかったですから根元で、かけてる時にかけ終わる時に、かけ終わるときに次のスライス取ることですね。もう、まあ、早くやるんであればですね。
で、ここはちょっとバック方向にしますので、後ろにかけます。こういうリングコームを使うことで、まあ、ここもですね、ここもちょっとしっかりかけないと出ないです。リングコームを使うことで、まあ、こういうふうに取ってもいいんですけど、アイロンで取ってもいいんですけど、リングコームの先で取れるような場所でしたら、これリングコームで取ると、次にもうすぐにかけ終わる前に、ここで時間を置いてる間に次のスライス取ることができますから、今度は後ろですね。ちょっとここ弱かったので、ここも一回やります。ここ短いですけど、そんなに寝かす場所じゃないので、これで大丈夫です。ここはまだちょっと立つ場所ですね。まあ、短くなったらもう1回ですね。こうやって1回で。1回。1回ですね。1回。こんな感じでやると、前頭でもですね、大体10分以内ぐらいでかかると思います。まあ、上限が揃えばですけども。じゃあこれで2液をつけて流します。はい、今2液処理をして流しました。まだこれ濡れてますけれども、まあ、濡れた状態でですね、こんな感じです。こう溶かすと、さっき前に向いてたんですけど、今こんな感じで方向がいきます。まあ、大体このぐらいの強さでいい。まあ、強さでいいっていうか、もちろん強さはどのぐらいにするかっていうのはもうデザインですから、何もしないで溶かした時にもう形がついてるっていうのと、それと乾かしたら形がつくっていうのと、それと、まあ、乾かしてもまだ少しこう立ってるような感じなんですけど、そこにスタイリング剤をつけることによって、形がつく、まあ、段階があると思いますけど、まあ、今日は大体こんな感じになればいいかなと思って、かけました。じゃあこれ乾かしてみます。アイロンパーマですから、乾くと形が、ついてきます。で、大体このぐらいの方向、このぐらいでこう効いてるとですね、まあ、あと、整髪料をつけて、今日はちょっとワックスと、まあ、ジェルをミックスして、つけてみます。少しこう、まあ、艶のあるというかウェット感が残るような感じでですね、
っとはしないで、もう本当に、溶かすだけという感じですね。実際このぐらいの強さでかけるのが、まあ、結構一番、需要が多いんじゃないかと思います。で、まあ、かけていって何回かこうかけていくと、まあ、もうちょっと強くとかってこう徐々になっていく場合もあるんですけど、まあ、そういう場合にはちょっと技法を少しですね、こうテンションとか、熱を入れたりとかですね、そんな感じにして、まあ、変えていくという感じですね。で、まあ、だんだんこうお客さんってこうエスカレートしがちなんですけど、まあ、それをですね、エスカレートしていくと、まあ、カラーなんかもそうなんですけど、どん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 こう派手になっていったりとかすると、まあ、最後に飽きちゃったりすることもあるので、まあ、ちょっとその辺はカウンセリングとかですね、こういろいろ考えながら、やってみると、まあ、ずっとこういうヘアスタイルをキープしてくれるんじゃないかと思います。こういう感じですね。まあ、はっきり分けると言ってもそんなはっきり分けてる感じじゃないんですけど、はい、早分け技法ということで以上です。